では早速ですけど始めさせていただきます。改めましてヤマハ株式会社コミュニケーション事業部マーケティンググループの瀬野と申します。よろしくお願いいたします。ではです本日、遠隔会議あとは遠隔授業またまたハイフレックス授業などいろんなオンラインでの環境がある中でどのようなシチュエーションの時にどういったマイクを選べばいいか、そしてどのようにマイクを配置するとより例えば自拠点と遠隔拠点とともに快適な音環境が作れるかとかですね、お悩み相談としてよくいただく内容について本日はデモンストレーションを交えながらご紹介をさせていただきます。まずご紹介させていただく製品としてはこちらの画面の左の上にありますシーリングアレイマイクロフォンの RMCG で、その右側ですね、右上にありますテーブルトップアレイマイクロフォンの RMTT で、それらを接続する遠隔会議用プロセッサー、左下になりますが RMCR で、あとその右側ですね、マイクスピーカーシステムの YVC1000 とっていう形になります。で、あとはまあ後ほどハンドマイクも使わせていただきますが、本日はワイヤレスマイクの XDV75 というものを使わせていただきますという話です。で、あとご紹介させていただく内容としましては、画面の真ん中の方にありますが、話者からマイクロフォンまでの距離という話ちょっとだけさせていただいて、あとは快適な遠隔会議をお届けするための信号処理技術で、最後に最善のマイクロフォンの配置、あとは台数というような形でご説明をさせていただきます。まずです、話者からマイクロフォンまでの距離というお話、早速始めさせていただきますが、こちらも皆様ご存知だと思います。ご存知の方も多いと思います。まあ、俗に言うオンマイク、オフマイク、そんなお話になります。もちろん、まあ、オンマイクっていうのは、口元にマイクを持って発言する。例えば画面の左側にあるような形になります。このまあイラストにもあります通り、オンマイクではまあ基本的にはもうハンドマイクを使うということがほとんどですので、用途としてはセミナーとか授業というのが主なケースになるかと思います。で、それに対してオフマイクというものは、話者がマイクからある程度離れた状態っていうのをオフマイクという話になります。ほとんどのまあ遠隔会議というのはそういう状況になると思いますけれども、卓上にマイクを置いて、で会議を行うということで、例えば画面の右側のようにオフマイクという形で使うということになりますね。で、このオンマイク、オフマイク、それぞれやっぱり適した環境というのがありますので、その辺も含めてですね、本日はご紹介したいというふうに思います。まず、まあ、オンマイク、オフマイクの音の違いですね。で、あとはそれに適した環境について、デモンストレーションを行いながら確認していただければと思います。ちょっとまあ簡単ですが、デモンストレーションをまず先にお願いします。では、豊原さん、よろしくお願いいたします。デモンストレーションを担当しますヤマハミュージックジャパンの豊浦と申します。よろしくお願いいたします。この最初のデモンストレーションでは、遠隔会議でですね、皆さんこのようなテーブルトップ、机に置く卓上型のマイクロフォンお使いになる方も多いかと思います。まずはですね、こちらの置き方をですね、このセミナー全体で知っていただくにあたって、マイクと人との位置関係、距離っていうのはですね、音にとっては重要な要素になってきますので、そちらをですね、まずはちょっと音で聞いて確かめていただこうと思っております。では、まずマイクとの距離によってこんな風に聞こえる音が変わるということを、ちょっとスタッフの、関根さんにも協力してもらいながら、聞いていただこうと思います。じゃあ関根さん、ちょっと最後列の座席に座ってもらいましてですね、私は今、マイクから近い位置におりますけれども、で、関根さんの位置から喋ってみてもらいましょう。ちょっと関根さん、喋ってみてもらえますか。はい、今こちら、最後尾の、2つ後ろのところで喋っております。いかがでしょうか。はい、で、私がマイクの目の前から喋っているんですけれども、このようにですね、今お聞きいただいたように、マイクロフォンとですね、発話者のですね、距離が違うことで音の明瞭性が違うことがお聞きいただけたかと思っております。今日は距離が近いことをオンマイク、遠いマイクから遠いことをオフマイクと、このウェビナーの中では定義させてお話しさせていただこうと思っておりますが、マイクと発話者の距離が近いオンマイク状態というのはですね、遠隔会議でやはり言葉の内容が、明瞭性が重要だと思うんですけれども、オンマイクであるというのはとても、明瞭性にとって有利な状態にあります。で、さらにですね、このオンマイク状態が分かりやすいように、ちょっと極端な例もご紹介してみたいと思うんですけれども、今日はこちらハンドマイクも用意しておりまして、こちらでちょっと喋ってみたいと思いますが、まさにマイクロフォンがとても口に近い、言葉通りオンマイク状態で喋っています。どうでしょう。先ほど、そうですね、卓上マイク
と、ある程度距離が離れた状態で喋ってましたが、まあ、距離によって音の明瞭性が変わると申し上げましたが、やはりマイクとですね、話者の口元との距離が空きますと、部屋の響きなどがマイクに飛び込んだりしますので、音が変わってくるわけですね。なので、こういったオンマイクというのは非常にはっきりとした音になっていることがお分かりいただけるかと思います。ちょっとマイクを戻してみますね。では、卓上マイクで喋っております。はい。まあ、大体これ、なんでしょう、30センチぐらいですかね。はい。で、このようにですね、聞いていただくと、みんな遠隔会議、ハンドマイクで喋ったら、音とてもいい、明瞭性のある会議ができるんじゃないかと、そういう考え方もできるんですけれども、この社会情勢では、ハンドマイクを使うことによる、管理の手間、マイク消毒を行ったりですね、そういったことをケアする手間もございますし、また、参加人数が多い会議ですと、たくさんのマイクを導入しなければならない、といった、コスト面もあるかと思います。そういった面も課題もありますので、そういったためにはですね、やはり卓上マイクの方が便利になってくるシチュエーションというのもあるんですね。なのでヤマハはですね、オフマイク状態の卓上のマイクでありながらオンマイクの音のメリットも得られるような、そんな工夫をしておりますので、そういった点も今日はこのセミナーのデモンストレーションでお伝えできればと思っております。はい、というところで最初の距離についてのデモンストレーションは一旦終わりまして、瀬野さんにお話をお戻ししたいと思います。瀬野さん、お願いいたします。はい、ありがとうございました、豊浦さん。では、ちょっと先ほどのスライドに戻させていただきます。はい、ではですね、今ご確認いただいたデモンストレーションでもお分かりいただけましたが、話者の音質としては、やはりこのオンマイクであるハンドマイクっていうのがやっぱりいいです。ですけれども、通常のその遠隔会議、あとは遠隔授業っていうのは、先ほど豊浦さんからのお話のように、オフマイクで行うっていうのがほとんどです。なので、このオフマイクでありながら遠隔会議を快適なものにするために、例えば弊社が駆使している信号処理技術、こちらについて少しちょっと説明させていただきたいと思いますが、そもそもです、なぜこのオフマイクで使用する際に信号処理技術が必要かですね、ここら辺も皆さんご存知はいただいていると思いますが、おさらいということも含めてちょっと簡単にご説明だけさせてください。ではです、オンマイク、オフマイクですけども、先ほどご説明させていただきました、それぞれの音の流れについてちょっと改めて確認しながら、オフマイクの時の信号処理っていうのが必要になる理由についてちょっとご説明をします。まずです、ご存知の通り、左側、画面の左側ですね、これオンマイクの想定ですけど、矢印のように発言した声が直接ハンドマイクに入ります。そのために声がマイクに届くまでですね、距離が短いので音が小さくなるということもなくて、口元とマイクの距離が近いので、声以外のノイズっていうのはほとんど入らない。ですので、こんなふうに音が大きくてノイズもないという、少ないというような声であれば、やっぱり人間としてはいい音という形で認識をするということになります。で、その反面ですね、オフマイクっていうのが右側の絵になりますけれども、口元からマイクまである程度こう距離があると、ここにありますよね、いくつかの矢印のように直接口元からマイクに届くまでの音声も距離があるんで、ちょっとずつこう小さくなってきます。で、壁とか天井、場合によってはこう床にも反射するという音もマイクに入ります。なので、これによってこういう残響というものが発生するという可能性があります。で、さらにです、口元とマイクの間にはいわゆる暗送音と呼ばれる、こう我々の耳では聞き取れない音とか、あとは普段じゃ全然気にならないような音っていうのが混ざってまして、で、それが声とともにマイクに入ってノイズの原因という形になります。なので、このオフマイクでそういったような声以外の音を軽減をするというために、この信号処理っていうのが必要になりますよという話になります。今更で非常に申し訳ないですが、ちょっと簡単にですね、シーリングアレイマイクロフォンの RMCG とテーブルトップのアレイマイクロフォン RMTT、あとはマイクスピーカーシステムの YVC1000、ここに搭載されている音声処理技術、簡単に説明させていただきます。まずです、適応型エコーキャンセラー。これはもう皆さんご存知の方も多いと思います。遠隔会議とかハイフレックス授業にはもう欠かせないものです。自分の声が相手拠点を経由して、自拠点に戻ってきてしまう。こういったものを除去するというものですので、最近はもうほとんどのウェブ会議のソフトにも搭載されていると思います。で、次に、オートゲインコントロール。こちらは、声の大きい、小さいとか、あとはマイクから発言者までの距離による音量の差っていうのを常に最適な音量に自動で調整してくれる。
ですので、相手拠点になるべくこう人によったりとか距離による音量差っていうのがないようにするというのがオートゲインコントロールです。で、次のノイズリダクション。こちらはプロジェクターとかパソコンのファンなどのブーンっていうような定常的なノイズですね。これを軽減するという形になりますので、で、発言する人の声だけをクリアにお届けする。例えば、今までっていうのはもう普通にこう会議室にみんな集まって行っていたという会議でも、最近ですとやっぱり遠隔拠点とも接続して行うという会議、本当に非常に増えてると思います。そういった時にたまたまマイクの近くにパソコンとかプロジェクターがあるっていう状態で会議を行っているという場合は、遠隔拠点にはそのファンの音、ブーンっていう音がもしかしたら常にこう届いているという状態になるかもしれないです。そういったノイズを軽減してくれるっていうのがこのノイズリダクションという形になります。はい、もう少しです。下から2つ目です。残響抑圧。こちらですね、例えばお風呂のようなイメージ、空間をイメージしていただければと思うんですが、ああいったところで発言すると声がこう響いて聞こえにくくなってしまう。こういったものを抑制するという機能です。例えばお部屋であればパーンと手を叩いた時の音が響いている場合とかは、この残響抑制機能があると向こうの遠隔先ですねに届く音声っていうのは非常に聞こえやすくはなるかなと思います。で、最近やはりソーシャルディスタンスっていうのを考慮する必要があるので、広いお部屋でちょっと少人数で打ち合わせをするということもあると思います。そういう時、通常ですね、人間の体がこう音を吸収してくれるので残響成分とかも吸収してくれるんですけど、その人数が少ないとやっぱり残響というのはより発生しやすくなるという可能性もありますので、そういったのをこう軽減するとためのこの残響抑制機能というふうにお考えください。で、最後です。 HBAT というですね、ヒューマンボイスアクティビティディテクションというですね、これもまあ弊社独自の音声処理技術なんですけど、マイクで集音した音声信号から人の声っていうのを自動で判別するという技術になります。なので、先ほど今ご紹介したオートゲインコントロールとかノイズリダクション、ここの HBAT がこれらにあることによってさらなる音質の向上っていうのが行うことができます。例えばです、この HBAT がない状態でオートゲインコントロールを使用すると、小さな声の人とかマイクからちょっと遠い人の声っていうのを大きくするというだけじゃなくて、さっき の暗騒音って呼ばれるノイズも一緒に大きくしてしまうということで聞きにくくなるっていう可能性もあるんですが、この HBAT があることによって人の声だけをこう持ち上げたり、もうちょっとこうですね、調整してあげるというようなコントロールができるようになります。で、ノイズリダクションについても同じです。 HBAT がなければノイズを軽減する際に人の声っていうのもある程度やっぱり影響を受けて、極端な話、声が変わってしまうということ、聞こえてしまうということもあるかもしれないんですけど、この HBAT があることによって人の声には極力影響を与えずに、暗騒音などのノイズだけを軽減するということができて、結果としてはクリアな音声を実現することができる、こんな形になります。これもまあ、私ばっかり喋っててもしょうがないので、実際にデモンストレーションという形で体感いただきたいというふうに思います。では、豊浦さん、もう一度よろしくお願いいたします。はい、それではもう一度ですね、もう一度と言いますか、次にのですね、デモンストレーションをさせていただきたいと思います。はい、今さまざまなヤマハの音声処理技術について、瀬能さんの方から、紹介がありましたが、実際に音を聞いていただく、セッションになります。まずはですね、オートゲインコントロールについて聞いていただきたいと思います。こちらがですね、ヤマハの遠隔会議用マイクにはオートゲインコントロールが標準で入っていますので、やはりですね、先ほどのオンマイク、オフマイクの話でありましたように、遠い人の声っていうのは、やはり距離減衰によって集音される音量が下がってしまうんですけれども、それをこのオートゲインコントロールが入っていることによって、マイクから遠い人の声も近い人の声も音量差がなく遠隔地に届けられるんですね。ということをちょっとご体験いただくために、今ですね、アデシアという、新しい遠隔会議のマイクですけれども、RMTT というテーブルトップマイクを使いまして、今、私が喋っている RMTT のオートゲインコントロールはまずオフで喋ってみたいと思います。はい、今オフの状態にしていますので、それでは、後ろのですね、席の2つ後ろの席に座ってくれている関根さんとですね、交互にちょっと喋ってみたいと思います。はい、じゃあ関根さん、ちょっと喋ってみてもらえますか。はい、今2つ後ろの席で喋っております。いかがでしょうか。はい、私はマイクのもう30センチぐらいで喋ってまして、関根さんは3メートルぐらいですかね。そうですね、はい、大体3メートルほど後ろで喋っております。はい、いかがでしょうか。
今が、まあ、あのオートゲインコントロールが入っていない状態です。で、あのこのオートゲインコントロールをまず入れてみたいと思います。はい、では今私の手元でオートゲインコントロールをオンにしましたので、またあの関根さんとですね喋ってみたいと思います。では関根さん、ちょっともう一度声をもらってもいいですか。はい、先ほどと同じ位置同じ音量で喋っております。いかがでしょうか。はい、私もあの先ほど同じ位置同じ声量で喋ってみております。はい、そうですね、これであの今オートゲインコントロールオンにしたことにより、距離の差による音量の差っていうのが埋まっていればいいんですけれども、瀬野さんいかがでしたでしょうか。そうですね、あの関根さんがお話になられて最初の一文字二文字ぐらいはちょっとまあ学習があったんですけど、その後はポンとこう綺麗にあの音が持ち上がって聞きやすくはなっております。で、豊浦さんとの声の差もあんまりないように聞こえてますね。はい、ありがとうございます。まあ、あの実際の会議運用ではなかなかこうプロセッシングをオンオフして喋るってことはないので、ちょっと時間がかかるようですね。はい、そういったことをちょっと踏まえながら次の、 あのプロセッシングについてもあのデモンストレーションしてみたいと思います。はい、次はあの残響抑圧についてご紹介していきます。残響抑圧、部屋の反射音反響音を減らしてくれるという機能なんですけれども、まず同じようにですね、今標準状態では残響抑圧がオンになってますので、オフにしてみたいと思います。はい、今オフにさせていただきました。あの私が今喋っている空間というのはあのそれなりに広い会議室になりまして、あの実際に自分の喋った声が響いているなというのが聞こえる会議室になります。はい、ではあのこの状態でまたあの後ろの席の関根さんに喋ってもらおうと思います。ではお願いします。はい、いかがでしょうか。残響を感じられますでしょうか。一度、手を叩いてみます。はい、ありがとうございます。最後の手を叩いた音の響きなどをお聞きいただくと、あの部屋がまあ響いてるなというのがお分かりいただけるかもしれませんね。ではこの状態で残響抑圧を入れてみたいと思います。はい、ではあの今私の方でですね残響抑圧をオンにしましたので、また同じように関根さんに喋ってもらおうと思います。お願いします。はい、先ほどと変化いかがでしょうか。一度手を叩いてみます。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。あのオフィスの会議室の環境などによっては、あの部屋の壁が音を反射しやすいガラス窓が2面ほどあったりですね、まあ、天井が高い環境で音が響きやすい場合もあるかと思います。そういう場合にあのマイクの設置っていうのを考えた際には、やはりあのこういった機能がないと音がワンワンと響いてしまったりして、どうしてもあの明瞭な言葉での音声での会話っていうのができなかったりするんですけれども、まあ、この機能があることにより、まあ人とマイクの距離があったりですね、また響く環境でも明瞭にしてくれるということで、あのオフマイクでも、オンマイクのような音声に近い音質で遠隔地に声を届けてくれるといったことになりますので、まあ、そういう意味で、まあ、このセクション全体に言えることですけれども、設置位置の自由度がまあ上がっているということをあの伝えたいという内容になっているんですね。はい、では引き続きまして、あの次にノイズリダクションということをご紹介していきたいと思います。あのノイズリダクションはもうその名前の通り、あのノイズを軽減してくれる機能になりますので、こちらあの1回ですね、今オンになってますので、まずはオフにしてお聞きいただきたいと思います。でさらに、まあ、今オフにしたんですけれども、まあ、ヘッドホンイヤホンでお聞きになっている方、今あのこちらの空調音のサーという音が聞こえているかもしれませんが、ちょっと大げさにノイズをご用意したいと思いまして、関根さんちょっとご用意をお願いします。はい、今日はですね、あのサーキュレーター、まあ、ちょっと扇風機ですね、こちらを用意しまして、あのサーキュレーターを回してですね、まあ、風があの吹いている音を、まあ、マイクに集音させながらですね、まあ、そのノイズ音があのこのノイズリダクションで ある程度軽減されるかと思いますので、こういったあのノイズリダクションがあることにより、まあ、何でしょう、あの空調のノイズですとか、あとプロジェクターのファンの音とかですね、そういった音がある環境でもあのマイクロフォンの設置位置が結構自由になりますので、そういったあの有効なマイクですよということをちょっとご紹介してみたいと思います。ではあの私今あの喋っていますけれども、さらにあのノイズリダクションはオフの状態で喋っています。ここで、サイクレーターを回してみましょう。はい、そうですね、どうでしょう、まあ、私が喋っている裏でもあのサーキュレーターの風切り音ノイズ音が聞こえているかと思うんですけれども、こちらの状態でノイズリダクションを一旦オンにしていますね。であのちょっと分かりやすいようにちょっとしばらく私喋るのを黙ってみたいと思います。
ではノイズリダクションをオンにしました。うんうん、はい、あの専用さんが今うんうんと言ってくださいましたけど、まあ、そのノイズリダクションが効いてきて、私が喋っていないときは結構ですね、あのノイズが抑えられてるんじゃないでしょうか。また私が喋っている裏でも、まあ、聞こえてはくると思うんですが、先ほどより言葉の明瞭性っていうのが上がっているかと思います。はい、まあ、あのこういった形で、他の外来ノイズがあったりすると環境でも、かなり明瞭に喋ることができます。じゃあ一旦ちょっとサーキュレーター止めましょうかね。あのこの機能があることにより、まあ、あの人とマイクロフォンの距離が離れているオフマイク状態でもですね、あのノイズが飛び込んできて、その影響で言葉が明瞭性が失われるといったことがないように、言葉を明瞭に伝えることができるようになっていますし、またあのもちろん基本的にはそのノイズの出す手元からですね、マイクを離して設置していただくということは重要な考え方になってくるんですけれども、例えばあの道路そばの会議室で窓から飛び込んでくる環境ノイズっていうのはどうしても入ってきてしまいます。そういった時でもですね、あのこういったノイズリダクションが入っている、例えばこういったあの RMTT ですね、マイクロフォンでしたらあの安心ですので、そういった環境でもお使いいただけるということになります。ということで、まあ、あのマイクの設置とあのヤマハのマイクのプロセッシングといったですね、そういった機能の面からのご紹介のデモンストレーションでした。はい、それではもう一度、瀬野さんの方にお戻しさせていただきます。お願いします。はい、ありがとうございます。ノイズリダクションはかなり効いた感じですね。パッパッというふうに形で綺麗にあのだいぶ軽減されたという感じになってます。はい、ではまたあの、スライドに戻らせていただきましてですね、ここまでです。先ほどオンマイクオフマイクのお話しさせていただいて、たった今です、信号処理についてのご説明とデモンストレーションを体感いただきました。ではじゃあですね、実際にどのシステムがどういった会議環境に向いているか、こういったものをちょっとご紹介をさせていただきながら、最近のこのコロナ禍で行う遠隔会議とか遠隔授業での音の聞こえ方、例えばマスクのありなしとか、あとはアクリル板のありなしみたいな、こういったですね、聞こえ方の比較も行わせていただければと思います。まずです、ちょっと簡単にご説明ですけれども、YVC1000 というところですけれども、本体にスピーカー、この本体丸い方、長い方ですね、スピーカー搭載してまして、で、マイクは最大5台まで接続可能となります。で、マイク同士の接続っていう方法は、デイジーチェーンと呼ばれる、こう、数珠つなぎという形になりまして、で、マイクとマイクの間のケーブル長、これは5メートルとなります。なので、例えば真ん中と真ん中から右側のですね、画面の4つのレイアウトからすると、この字とか、ロの字、赤でくくってある上の2つですね、っていうレイアウトを得意というふうにしています。例えばです、こういったですね、あの絵のようなスクール形式、この場合ちょっと極端ですけど、配線ルートとか机の数にも寄ってきますが、若干こうマイクの配置っていうのに制約が出るという可能性があるかもしれないです。でそれに対してです、こういったこの字のレイアウトですと、この今絵に描かせていただいているように2台のマイク、これを設置することでだいたい10名ぐらいはあの会議をカバーできるかなというふうに思います。まあ、これもマイクの設置をどこにできるかにもよりますが、という形です。なので最近のこのソーシャルディスタンスを考えると、マイクを先ほどの最大5台接続してこの字で会議を行った場合はだいたい20名程度ですね、お使いいただくっていう形があの最近にはちょうど合ってるのかなというふうに思ってます。でスクール形式っていうふうに考えますと、まあ、マイクの配置にもよって変わってはくるんですけど、だいたい小中学校の教室程度の大きさであればなんとかカバーできるかなというふうに思います。これが YVC1000 ですね。で次にです、テーブルトップアレイマイクロフォン RMTT ですが、まずあの先に簡単に接続方法だけ、確認いただければと思いますが、まずです、左側にマイクがありますが、各マイク、これを POE スイッチ、真ん中の紫で四角いところですね、に接続していただいて、POE の給電でマイクが駆動します。で、その他にスイッチの下のプロセッサー、RMCR ですね。で、あとはその右側にあります、POE 対応のスピーカーなどと組み合わせて1個のシステムという形にはなりますけれども、マイクは、使いたい台数をこの POE スイッチに接続していただくという形になります。で、最大、16台まで接続は可能ですが、この右下の、POE 対応のスピーカー、こちらを一緒にシステムの中でお使いいただいている場合は14台まで接続という形がマイクの数になります。
で、レイアウトとしてはですね、基本的にはこの4つの中で全部赤枠にしてますけれども、どのようなレイアウトにも対応が可能です。先ほどの YVC1000 の時のように、ロの字とかコの字、これでも全然いいです。あとは接続ケーブルっていうのも LAN ケーブルで接続することになるので、大体まあ80メーターから100メーターまでは引き回しが可能だということを考えると、それこそこういったような島型っていうんですかね、のレイアウトでも自由にマイクを配置できます。じゃあ人数どうかと言いますと、まあ、例えばこの絵にあるように、1台の RMTT で4名ぐらいまでをカバーすると仮に想定した場合は、4名かける14台ないし16台っていうことなんで、もう60何名はカバーできるということになるんですけど、まあ、あんまり60名で遠隔会議を行うことはないと思います。あくまでも参考というふうに考えてください。はい。で、最後ですね、シーリングマイクロフォンの RMCG です。こちらも接続方法を簡単にご説明させていただきますが、さっきとRMTT と同じです。マイクは POE で駆動するので、 POE スイッチに接続していただくという形になります。で、RMTT との違いは、天井に設置する施工が必要になるというのが RMCG です。ただ、天井に設置をするということで、テーブルの上に配線がなくなります。非常にすっきりした環境になりますというのが一つです。で、あとはマイクを天井に設置するもう一個のメリットとしては、例えば、ほぼどのようなレイアウトでも対応可能です。この4つもですね。どれでも大丈夫です。ロの字でも島型でも。で、例えばです。これでスクール形式というのを考えたとしても、自分の前に座っている方が、例えば、マイクとの間に入ってしまって、集音の妨げになるということもないです。天井にあります。これが RMCG という形になります。ですので、ここまで3つですね、製品をご説明させていただきましたが、これ、それぞれのシステムでの得意分野っていうのをご理解いただくためにも、もう一回ちょっと実際に音を聞いていただく方がいいと思います。ですので、まあ、せっかくですので、最近のコロナの環境も考慮したデモンストレーションという形でお願いができればと思いますので、豊原さん、よろしくお願いいたします。それではまたこちらからデモンストレーションをさせていただこうと思います。ここからはですね、テーブルトップマイクの RMTT とですね、また天井マイクロフォンの RMCG、また、あと YVC1000 もこちらにご用意してますので、そういったですね、順番にちょっと聞いていただいて、最後はちょっとテーブルトップマイクロフォン同士の聞き比べなんかもして、デモンストレーションを最後に終わらせていただこうかなと思っております。はい。で、まあ、引き続き関根さんにはちょっとアシスタントをお願いしながらデモンストレーションを進めたいと思います。まあ、こういう状況ですので、まあ、一番ですね、まあ、ちょっとマイクの配置とは若干ずれるんですけれども、一番ですね、今集音で、音が変わって困るのはですね、実はマスクだったりします。マスクをですね、今つけて喋ってますけれども、例えば外して喋りますと非常に声の明るさというかですね、明瞭性も高くなったり、音量的にも上がったりとかですね、まあ、しますので、まあ、今の、つけますけれども、今の環境というのは、まあ、なかなかマイクロフォンにとっては厳しい環境というふうにも言えます。でですね、さらに、まあ、こういった横に今並んで座ってますけれども、こういった場合にですね、まあ、パーテーションを用意しなきゃいけないという、ことを求められることも多いかと思います。例えばパーテーションない状態で2人でちょっと喋ってみるとですね、まあ、今2人の間にこの RMTT をこちらに、まあ、置いてるんですけれども、実際こうつながった、マイクがあります。で、そうですね、ちょっと交互に喋ってみましょうかね。今日の朝ごはんって何食べました？はい、今日はクリーム玄米ブランをクリーム玄米ブランを食べてきました。具体的な商品名ですね。ありがとうございます。そういった形で、まあ、2人の席の中央にですね、置いてもらえれば、2人の声が均等に取れると思うんですけれども、これを、まあ、パーテーションをですね、例えば、今日パーテーションがありますので、例えばこれでですね、マイクと私の、口の間にですね、パーテーションを置いてしまうとどうなるのか、ちょっと聞いてみてください。パーテーション越しに今 RMTT がある状態です。一方、関根さん側はないので、関根さんちょっと喋ってみてもらえます？はい、こちら側は、パーテンションが間にはなく、そのまま直でマイクの方に音声が使用されると思います。まあ、こちらですね、パーテーション、どこにでもある
パーテーション、アクリルパーテーションなんですけども、これがですね、かなりやっぱり遮音性が高いというか、こんなにも音変わってしまうんですよね。で、また遠隔会議で喋ってる側というのは、遠隔地に送られてる声というのはなかなかわからないので、今のこんなにも音が変わってる状態で届けてたんだというのが相手から指摘されてわかるということもあるかと思います。ですので、ぜひですね、パーテーションを置かなきゃいけない環境というのが多いと思うんですけれども、マイクの設置方法としましては、ぜひ座った位置の口元からマイクの直線ですねには遮蔽物がないようにぜひ置いていただいて、今日の場合ですと、例えばパーテーションの前にマイクを置いていただいて、やることによって、飛沫の拡散も防ぐとともに、また私が喋っても、例えば関根さんが、はい、こちらでも喋っております、はい、喋っても、明瞭に遠隔地に声を届けられますので、こういったことも設置方法の工夫の一つかなと思っております。はい、でちなみにですね、今テーブルトップマイクの例でご紹介しましたが、こうパーテーションが結構ですね、派手にある場合ですね、どうしてもマイクの置き位置がないということもあるかと思います。そういった場合に便利なのがですね、天井マイクになります。ちょっと今天井マイクの方にも音を切り替えてみたいと思うんですけれども、天井マイクに今、音をですね、はい、私今天井マイクに音を切り替えました。はい、ちょっと音が変わったかなと思っております。この状態ですと、パーテーションの影響を受けずに喋ることができますので、比較的、主音としては何でしょう、マイクの大きい位置がそもそも天井にありますので、マイクを置くという作業からも解放はされるんですけれども、今の状況下においては便利な解決方法の一つかなと思っておりますし、またそうですね、座席のレイアウトをちょっと変えて喋ってみましょうか。はい、じゃあ関根さんには一つ後ろの席で、喋ってみてもらおうと思うんですけれども、はい、じゃあそうですね、関根さん、引き続きちょっと喋ってみてもらえますか、後ろの席から。はい、先ほどと違って一つ後ろの席で喋っております。いかがでしょうか。はい、このような形でですね、例えば私の目の前にパーテーションがあったとしてもですね、はい、集音は天井からされてますので、音の音質的なこもったりの影響を受けずに喋ることができますので、こういった風に便利になりますし、また前列後列というですね、距離が変わるということも、天井にありますので、その直線距離はなかなか変わりづらいですよね、というところで、そういった意味でも便利なマイクの方法にはなっております。はい、じゃあ関根さん、ありがとうございました。ありがとうございます。関根さんには退席いただいて、でさらに、ちょっと天井マイクの説明が長くなってしまって恐れ入りますが、こういった状況下で一番便利だったりするのは、広めの教室ですとか、あとは遠隔会議を行う広めの会議室ですね、講義室ですとか、そういった場合に、ハイブリッドな形で授業を行ったり会議を行う場合があると思います。そういった場合にはこの天井マイクとですね、同時にこういったハンドマイクも、同時に使うことができますので、講師の方やプレゼンターの声はハンドマイクで拾い、また授業の、生徒を受けている生徒さんや、また会議を受けている受講者の方、会議を受けているとおかしいですね、セミナーを受講している受講者の方の声は天井マイクから拾うといったですね、スタイルも行えますので、アデシアというソリューションになりますけれども、この RMCG、スチーリングマイクアレイマイクロフォンはですね、大変便利なソリューションとして今ご愛用いただいております。はい、というところで天井マイクを非常に強くご紹介したところで最後になります。最後にですね、テーブルトップマイクロフォンの聞き比べというのをしてですね、終わらせていただきたいと思っております。まずはこの天井マイクで今喋っておりますので、テーブルトップの RMTT に音声を切り替えます。はい、では私は今RMTT に切り替えました。はい、こちらに置いてあります。でさらに横にはですね、 YVC1000 のマイクも置いておりますので、こちらをですねちょっと最後にお聞きいただいて、今年発売のマイクの RMTT とですね、YVC1000 広くお使いいただいている、国内で非常にシェアが高いマイクですけれども、こちらの音色というのをちょっと聞き比べいただきながら最後終わりたいと思います。では関根さん、ちょっとマイクを切り替えてもらえますか。はい、それでは私は今、YVC1000 で喋っております。距離は先ほどの RMTT とほとんど変わっておりませんね。大体口元から20センチ、30センチといったところで、
喋っております。はい。では、もう一度 RMTT の方に戻してみましょうか。はい、ありがとうございます。今、RMTT で喋っております。まあ、こういった違いがあるということで、まあ、あの今年発売の RMTT もですね、ぜひあの今日ご紹介した機能ですとか、また設置性についても、まあ、優れたマイクになっておりますので、ぜひご検討いただければと思います。という、まあ、宣伝を挟みまして、私からのプレゼンテーションはあの最後とさせていただこうと思います。どうもありがとうございます。それでは瀬野さんにお戻しします。お願いいたします。はい、ありがとうございました。ではちょっともうちょっとですね、スライドにお付き合いいただいて、先ほど、RMTT と RMCG ですね、であとは YVC1000 という3つですね、音を聞き比べいただいたと思います。で、それにその前のオンマイク、オフマイク、あとは信号処理の話ですね、これ辺もさせていただきました。なので、最後に実際にですね、YVC1000 と RMCG、これをご採用いただいた大学様の事例をちょっとご紹介させていただければと思います。まず左側ですね、中央大学ビジネススクール様なんですけれども、構成としては YVC1000 にマイクを最大の5台まで接続して、であとは右側に先生が立っていらっしゃいますが、有線ハンドマイク、こちらを1本使用していただいて、ハイブリッド授業を行っていますと。ですので、この製品の導入前ですね、先生の声とか、あとはこの場にいらっしゃる学生さんの声っていうのが、なかなか遠隔先に伝わりにくいというのがあったんですけど、あの先生がハンドマイクを使うことによって、あの自分の拠点にも遠隔拠点にもストレスなく講義っていうの声を進めることができて、あとはここにいる学生さんの声も YVC1000 のマイクで収音するということができているというお話をお聞きしています。で、画面右側ですね、今度は京都大学基礎物理学研究所様、こちらの例なんですけど、こちらあの授業じゃなくて会議ということになるんですけど、こちら構成はあの先ほどのシーリングアレーマイクロフォン RMCG、これを2台ですね設置いただいて、それをプロセッサーの RMCR に接続していただいてお使いいただいています。で、もともとこの京都大学様っていうのは YVC1000 で遠隔会議っていうのを行ってたということなんですけど、こう移動式だったんで毎回設置するというのが結構大変だということで、天井に固定する RMCG っていうのを導入いただいたというのが経緯です。なので現在ですと、もう本当にこうあのお部屋に入ってパチッと電源を入れればすぐに遠隔会議ができると。ですので、先ほどあの豊浦さんの方からあったように、机のレイアウトっていうのも全然天井なので、気にせず自由に動かせる、人とかも関係なくっていうことで、重宝をいただいているというようなお話をいただいています。はい、ではですね、もうちょっとすみません、お付き合いいただいて、こちらがまあプレゼンテーションとしては最後のスライドになりますけれども、あのまあ本日ですね、デモンストレーションを交えて、いろいろとご説明をさせていただきました。YVC1000 と RMCG、RMTT、それぞれのマイクっていうのを、まあ、皆様、もしくはあのお客様の環境に合ったシステムっていうのをお選びいただいて、で先ほど あのパーテーションとかマスクとかのお話のあったように、マイクを適切な位置に配置いただくということで、こっちの拠点もそうです、あとは遠隔先の拠点もですね、快適な遠隔会議、あとは遠隔授業っていうのを行うことができるということになりますので、デモンストレーションを交えてですね、本日の内容が少しでもまあ皆様のご参考になればというふうに思っております。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。